ミスタイムさん、おはようございます。今日はですね、プロテインの飲み方とプロテインをどんなものを飲んでいるのかというね、 Q&A をしていただきましたけども、もう私もね、プロテイン飲むことがあるんですよ。ただ今はちょっと飲んでないんですよね。それはなんでかっていうと、単純に飽きてしまったからなんですよね。で、トレーニングをする前にプロテインを飲むと、やっぱりプロテイン効果もあるんですけども、なんていうのかな、そのモチベーションが上がるんですよね。飲んだぞみたいな感じでゴーッと燃えるんですよ。で、トレーニング後に飲むプロテインもあるんですけども、それでもね、こう燃えてくるんですよね。あとね、プロテインを私購入したのは、 YouTube をいろいろ見てプロテインのレビューをね、これがいいですよ、あれがいいですよっていうふうに紹介してた方の動画を見てなんですよ。で、今回ミスター M さんもプロテインのね、こう紹介動画という形で Q&A をしていただきましたけども、とってもいいことだと思うんですよ。やっぱりね、自分と同じようなシチュエーションに、ある方が飲んでいるプロテイン、使っている器具ってのは、あ、それを自分でも取り入れてみようかなっていうふうに参考になりますんでね。これがやっぱり YouTube の効果的な使い方だと思うんですよ。これからもね、ミスター M さん、ご自身が使っているトレーニング機材ですとかね、それから飲料ですとか、それプロテインみたいなね、で、あと食事方法もね、ずいぶん前に動画を作ってくださいましたけども、そういった形で筋トレ以外を取り巻く環境のものも少しずつね、ご紹介いただけると非常にありがたいなと思っております。それでは本日は以上です。またお願いします。